一年初戦となる、大金王キッドレディス、沖縄県、琉球 GC を、部の日向子は、通算5アンダーの13位体で終えた。2日目に、通算6アンダーまで伸ばして5位体に浮上しながら、3日目と悪天候に見舞われた、最終日にスコアを伸ばせなかった。だが、およそ1年3ヶ月ぶりに、ギャラリーが入ったこともあり、 ホールアウト後の支部のひな子の表情は思いのほか明るかった。途中で投げ出したくなるような思いをすることもありましたけど、ギャラリーがいてくれたからこそのバーディーもあったと思う。久しぶりに皆さんの前でプレーできたこの一週間は、本当に楽しかったです。昨年12月に全米女子オープンに出場、4位してから3ヶ月。初日から、 シブのな子にははっきりとわかるアンドクワット変化アンドクワットがあった。まずはスイングだ。以前よりも明らかにバックスイングをコンパクトにした横振りになっていた。初日のラウンド後、シブのな子はスイング改造中であることを公言した。狙いは安定感。再現性の高いショットが打てるように、トップの位置を気にしています。 今まで高めに上げていたのをちょっと低めにトップにクラブを上げた時に自分の肩よりも手が上がらないようにしていますそしてスイングは縦振りではなく横振りで円っぽい動きを目指していますそれによって左へのミスが消えるのでまたパッティング時のルーティンにも変化があったこれまで両手で構えてから打つまでが長かったので 右手だけでパターを持ってラインを決めて左手を添えて構えてから4秒以内に打つというのを意識していますさらにクラブセッティングに関しても昨年までユーティリティ2本で勝負してきたのを1本にし超単2本の6番アイアンを入れウェッジも4本46度51度54度57度とした 2019年シーズンや昨年のスタッツを見ると明らかにバーゴのバーディー率が低かったそれでマネジメントの重要性を感じて刻んだ時の100ヤード以内のショットの精度を上げることでバーディーチャンスにつけられる確率が高くなる以前に比べて 攻めのゴルフからは遠ざかっていますけど、新しい攻め方もあると知って、それを今回実践しました5つスコアを伸ばした2日目は、こうしたアンドクワット攻めないアンドクワット、マネジメントが功を奏し、すべてのパー5でバーディーを奪って大きく順位を上げた。そして、最も大きな変化は、 2017年から支持してきた青木翔コーチとの発展的コンビ解消だろう。初日のラウンド後、渋野日向子はこう打ち明けている。アンドクワット卒業アンドクワットしたという感覚。昨年末です。2017年のプロテストに落ちていなかったら、青木コーチと出会うことはなかった。本当に、落ちてよかったと思います。 なかなかショー、恥ずかしくて、直接本人には言えないんですがカッコ笑い。青木さんがいてくれなかったら今の自分はない。感謝しかないです。わからないことがあれば頼ってくれていいよと言ってくださって。その点はありがたい。心置きなくやっていけます。まだこれから不安はありますけど、決めたことはやり通した板のコーチに指示するわけではなく、 先輩プロから助言を得ながら、今後は戦っていくという、およそ2ヶ月のオフを挟み、新たな支部の雛子の船出が、今回の大金をキッドレディスだった。新型コロナウイルスの感染拡大によって3ヶ月遅れとなった、昨年の開幕戦では、予選落ちだった。そのことを思い返せば、まずまずのスタートと言えるのではないだろうか。 最終日を3バーディー、4ボギーで回った渋野ひな子は、13位体という結果を受け、悪いところが全部出たとも振り返った。パー5で2つのバーディーを取れましたけど、ティーショットが左に行く場面もありましたし、ちょっとスライスの感じでもありましたし、アイアンに関してもまだまだ練習をしないと、 パッティングは、1メートルぐらいのは打てていたなと思いますし、外してもおかしくない微妙なパッドが入っていたので、なんとかこのスコアで回ることができた。合格でもないし、不合格でもないかな、昨年からのアンドクワット変化アンドクワットが、渋野ひな子にとってアンドクワット進化アンドクワットであるのか、それが問われる2021年となる。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。